ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がベントレーコンチネンタル GT コンバーチブル W12 2020年式1万6000キロ超えの車両になります。藤川さん、ちょっと久しぶりになっちゃいましたね。本当ですよ、はい。そしてさっき撮影前にツッコミが入ってましたけど、はい、今回メモに逆戻りして子供にペンシルをなくされまして、はい、iPad がただの板になってしまったので、はい、ちょっと逆戻りですけど皆さん気にせずご視聴くださいませ、はい、そして今回ご紹介させていただくのがコンチ GT のコンバーチブルということで、はい、コンバーは初ですよね。コンバー初ですよね、動画ね、はい、クーペは東京店で土方さんと一度、はい、そしてアリーナ店で一度ご紹介させていただいたんで、はい、そうです、はい、アップしたのが1台で撮影2台やったんだよね。1台遅れ、そうかもしれないです。だったんで多分クーペと共通の部分もあると思うんで、重複する部分もあると思うんですけど、今回ちょっと改めて勉強したら新たな発見がいろいろありまして、本当にちょっと奥が深いなと、ぜひ教えてほしいです。ちょっとその辺も織り交ぜながらご紹介させていただきたいと思います。でまず外装色なんですけど、これまたいい色じゃないですか。いいですね。なんか定番の白黒ももちろんかっこいいんですけど、今回のこのグラナイト、これちょっと絶妙くないですか。いや、後で紹介しますけど内装とかのバランス最高にいいと思いますね、うん、そしてちょっと奥にわずかになんか緑っぽく見えるというか、そうなんですよ、はい、だからなんかその最近の車のデザインもインテリアのデザインも結構こうノスタルジックというかね、クラシック寄りな雰囲気が漂ってるじゃないですか。このボディカラーもなんとなくこうネオクラシカルなボディカラーで、ベントレーのオープンって言ったらなんかもうバッチリ合ってますね、うん、ちょっと色だけで結構おしゃれですよね。いや、すごくいいと思います。でこれ調べたらなんかコンチ GT スピードの、はい、色らしいです。そこから来てるのか、うん、そこからスタートなのかちょっとはっきりしなかったんですけど、うん、それのための色っていうふうにホームページの方で紹介があったので、はい、そこにちょっとつながる部分があるのかな。いいですね、はい、そして外装、何度もちょっとこの芸術的な、もう彫刻のような外装でご紹介させていただいてるんですけど、これもいろいろ細かく見ていくと、すっごい計算されてるっていうのが僕ちょっと今回調べて発見しまして、はい、っていうのは、うん、これちょっとこのボディラインとかすごく特徴的じゃないですか、うん、このグリルも横長の特徴的なグリルなんですけど、これ意図的にこう少し下げてあるらしいですよ。要は車がワイド&ローに見えるように、うん、このヘッドライトよりかもこう下げて、最近結構こう某車種グリルがすっごく大きくなったりとかそうですね、グリルってその車のイメージを作るのにすごく重要なパーツじゃないですか。そうですね。でコンチ GT の場合だとこれを下げてちょっとこうワイド&ローに、そしてここのラインもそれにつながるようにこう下げて、はい、重心が低く見えるようにしてあるらしいです、はい。あとはヘッドライトなんかおなじみのクリスタルカットのガラスをモチーフにしたちょっと青みがかったヘッドライトですね。でこの辺の機能的なものもアウディワーゲンのものを全部引き継いでますから、機能的なものもまあ間違いないかなと。あと寸法、これ土方さんが暗記してて僕ビビりましたちょっと僕の方からご紹介させていただくと4880、前幅の方が1960、前後の方が1400ということで、でこれが先代よりちょっとだけワイドっていうことで、そうですね。で長さも6センチぐらいだったんですかね、確か6、7センチ伸びてちょっとワイドになって、だからこの方が出た時に先代から先代を押し潰したみたいに揶揄された時もあったんですよ。でもそれってベントレーも多分意図的にこのデザインを作って、なんかよりこう GT らしさっていうのを強調したのかなと思いますね。まさに同じことが僕のその調べ物をしたネットに書いてありました。はい。でちょっとその辺をご紹介させていただくと、横に回っていきましょう。はい。ちょっとその部分としてはこの前からつながるこのキャラクターライン、そしてここでこうふわっと消えて、これが意図的にこっちに下げてあるらしいですよ。でよりこう低く見せる。なるほど。ともう一つはフロントの車軸が先代よりかも135ミリ。あ、そんなに前行ってるんですか。13センチぐらい前に行ってるらしいです。はい、それはあれだよね、ポルシェと共通の車種の恩恵ですよね。はい、なんでよりこうホイールベースが長くなってどっしりしたイメージらしいです。なるほど。走りも安定しますしね、みたいです。あとはこの特徴的なこのプレスラインとかはこれも前回ちょっとアリーナ店ので紹介してるんですけど、なんか500度まで加熱して加工するようなスーパーフォーミングって言ったかな、はいはい、っていう加工でちょっとこう抑揚のあるプレスをしてるみたいです。でこれが金型のプレスじゃなくて、なんか空気圧を使って成形する、なんかちょっと特殊な技法を使ってるらしいです。空気の圧力、まあ、僕もちょっとそこまで深く調べなかったんじゃないですかね。普通こうガシャンってやる金型のプレスじゃないですか、それじゃないみたいです。なるほど。なんでこの絶妙なラインとこの反ったおへんだとかこう逆反りになってるじゃないですか。そうですね。これが実現してるみたいです。まあ外装がほぼアルミですからね、なんでその辺もちょっと生きてきてるみたいです。そしてやってまいりましたホイール、はい、22インチ、はい、これ BBS 製なんですよね。あ、そうですからしいです。なんか何年か前のオートサロンにボートレーが展示されてたんですかね、ホイールが展示されてたのかな、でちょっとあれなんて思った記憶があるんですけど、でいろいろ調べたらやっぱり BBS 製らしくって、なるほど、はい。まあ、鍛造のその権利が今全部日本の BBS にあるんですよね、はいはい、なんで、まあ、性能も間違いないですし、あと B デザインなんですよね、はいはい、こちらが装着されてます、でサイズの方が275の22インチということで、あとサスペンションの方もこれも土方さんと確か以前ご紹介させていただいてると思うんですけど、3チャンバーのそう、ね、容量が非常に多いエアサスが装着されてるんですよ、でなんかアッパーの上とだとショック自体が2部屋に分かれてる、でこれがなんかパナメーラとか A8 とかベンテーガとかあの辺全部共通の機構らしいです。パーツ自体は多分別だと思うんですけど、要はもうアウディワーゲングループのトップレンジの方で使われるもう非常に高性能な、でなおかつ、アクティブショックの方もついてますんで、はい、まあ乗り心地が非常にこう路面を捉えた乗り心地になっているということです。基本 FR シャーシーの何でしたっけ、共通 BS なんと BSM なんだっけな、もともとがポルシェが開発した FR 設定のシャーシー周りを確か共用で使ってるんですよね。あ、そうなんですか。はい。だからパナメーラと共通の足回りというか、はい、車種回りですね。じゃその辺はちょっとこうワーゲングループのいいところというか、そういいところだと思います。が全部詰め込まれてる。いや、とってもいいと思いますね。そしてスタビの方もこれが48ボルトの、電動のスタビライザーということで、瞬間的にこう車のロールをコントロールして、でこの巨体をコントロールするわけじゃないですか。なんで 0.3 秒で1300ニュートンこう発生するモーターでこう制御してるみたいです。素晴らしいですね、はい、だこの巨体がこう揺さぶられることもなく、ロールも完全に制御されて、路面を捉えて走ってると、逆に考えるとその存在をじゃあ確認はできないですよね。気がつかないですね、普通に考えたら。それがもう技術的にすごいですね。あとはちょっとその100年前に遡ると、そのレーシングから割とスタートしてるじゃないですか。そうなんだよね。そこにちょっとつながるところもあるのかなと。1920年代に確かル・マンで4回優勝してるんですよね。そうです。4連勝。ちょっとその走りの部分も今回乗って確認してみたいと思います。そうですね。そしてあとは12ですから。はい。これね。僕これ大好きですから。某ちょっと著名の方が最近。ヤフーニュースにW12 を購入されて、コメント200件ぐらいついて、ちょっと盛り上がってましたけども、今乗っとくべき時代かなと、本当に。いや、間違いなく今後もうほぼ出ないじゃないですか。そうですね。ちょっとマイナーというか、まあローカルな、すごくその少量生産の車であれば、まあ可能性としてはなくはないと思うんですけど、そうですね。メインの大きい自動車メーカーから多分 6000cc12 気筒ってもうおそらく今後出てこないであろうエンジンですから。特にそのイギリスって早い段階で国の政府の政策でガソリンじゃなくてもう EV、EV って言っている国でもあるので、その辺は余計にメーカーとしては作りづらいと言ったら変ですけど、国の政策をもとにやっぱりダウンサイジングか EV かハイブリッドかってなっていくと思うんですよね。これはもうアストンマーティンもしっかりなんで、この辺は絶対乗っておくべきです。興味のある方、おそらくちょっと所有できる方ってだいぶ限られちゃいますけど、そうですね、まあぜひ乗っていていただきたい一台です、はい、そしてその辺のラインが全部こう綺麗につながってるんですよね、そしてリアのこのフェンダーのライン、これもすごくクラシックなラインから来てるんですよね。ものすごい古い車のこのリアのフェンダーをなんかイメージした、改めて言われるとそうですね、はい、これ先代もこんな感じのラインでしたけど、はい、これもちゃんとだからこっち側にこう手ぶれるような、ね、このプレスラインってだから他の車ないなと思って、こんな感じ。そしてリアはちょっと太くなって2、ごめんなさい、315、3022、はい、315ですよ。スーパーカーじゃないですか。スーパーカーです。はい。そしてキャリパーの方は今回黒いタイプ、はい、カーボンセラミックも設定あるんですよね。設定あります、はい、ただもっとその、うん、まあもちろんついてて嬉しいところだとは思うんですけれども、うん、高額オプションですし、そうですね、もっと上のオピードとかであれば、はい、はい、欲しいところですね。まあ、10分以上の、はい、ワーゲンアウディグループ最大級のキャリパーもフロントついてますから、はい、十分な制動力が22インチでこういっぱいいっぱいじゃないですか。もうちょっと前の SUV ですよね。いや本当に、はい、こんな感じになっております、はい、さあ続いてリアに回ってきまして、リアもうん、最初に土方さんがおっしゃられてた通り、うん、意図的にワイド&ローに見えるデザインらしいです、ね、まあちょっとこの特徴的なテールランプ、はい、この楕円のテールっていうのがもう伝統なんですよね、うん、先代もこの、うん、四角の中に楕円だった。そうですそうですね、はい、それがこのモデルから外には出してきたんですけど、なるほど、もう伝統のこの楕円のテールっていうことみたいです。であとは確かコンチ GT からですよね、うん、トランクにベントレーのこのロゴが入ったの。そうでしたっけ。そうですよね。その後フライングスパが出て、フライングスパもこのロゴが出たんですけど、なるほど、はい、それまではマークだけだったのがこうなってます、うん、であとは全体的なこのラインも全部この横からつながるラインで、うん、こう水平のラインが多いんで、それもよりこう低く見えてるのかな、はい、そして出口もこのサイズですからね、はい、はい、ただこれが整列してるのがすごいですよね、すごいですねこんな感じのリア周りになっております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、もう税の限りを尽くした車ですから、はい、もうソフトクローズは当然ですね。あとは土方さんと僕的に言うと、どこでも止まるドア、はい、通称どこでもドアが、どこでもドア、はい、これでも意外に便利なんですよね。便利です、はい、ちょっとこのサイズなんでドア全開できるところも都内なんかだと限られちゃうじゃないですか。そうですね。そんな時にこう絶妙なところで、はい、普通の車みたいにこう3箇所ぐらいでしか止まらないと、うん、こうちょっと次のこう開くところまで行っちゃうと当たっちゃうな。そう微妙で怖いよね、風が吹いてる時とか。そんなのも全部回避できるこのどこでもドアがついております、うん、そして内装に関してはもうこれ説明ができませんこうなってますというしかはい、このマリナ今までほらいろいろこう何台かやってるじゃないですか、共通してますけど、でもやっぱりこうさっきも言ったようにこのボディのカラーとこの内装のシートの色、これいいっすね。組み合わせ絶妙ですよね、はい、シートもちょっとクリーム色っぽい。そう、真っ白じゃなくて。真っ白じゃないです。真っ白だとどうしてもちょっと汚れとか気にして乗りづらかったり。そうですね。あとはこう明るすぎてこう開けた時に中の色がこうパンと弾けちゃうんで、中ばっかり目立っちゃう。確かに、はい、ちょっと眩しい感じがだいぶ抑えられてるかな。はい、そしてこの黒い部分もちょっと真っ黒黒じゃなくて、じゃないですね、ちょっと焦げ茶というべきか、はい、すっごい深緑というか、はい、ちょっと絶妙な色合いの、そうですね、こちらのツートンになってると。はい、そしてこのダイヤモンドインダイヤモンドのこのステッチ、うん、いいですね、これ今までマリナーなんだぐらいの知識だったんですよ僕。はい、これ改めて、うん、いろいろこれにまつわる話を読んだら、これステッチも全部これ方向を変えてあるらしいですね。4方向。要は放射線状になるように、こっちはこっち向きに、こっちはこっち向きに、こっちはこっち向きに、90度ごとに全部ステッチの向き変えてるんですよ。だからこの立体的に見えるらしいですよ。だから一方向でやっちゃうと、その一方向の光が当たった時にそこのラインしか見えなくなっちゃう。それが全部方向を変えてるんで、しっかりこう立体感が出る。でこの刺繍だらけじゃないですかステッチと、はい、このシートもそうだし、はい、でこれがなんと 2.8 キロ距離の糸を使ってるらしいです、うん、約3キロ全部だから伸ばしたら3キロ約3キロらしいです。でレザーに関して言うと、これ牛9頭分、よくロールスなんかでも何頭分とか言いますけど、そうですね、セントレーも、うん、牛を9頭分、しかもこれメス牛の一番最高級のレザーを9頭分使ってるらしいです。でこれも正直今後ちょっと先行きだいぶ怪しいじゃないですか。そうですね、はい、動物愛護だったりだとかの観点で、はい、今リアルレザーがなかなか使いにくかったりだとか、はい、ちょっと若干ですけどヨーロッパだと少しこうアニマルレザー野蛮だよねみたいな空気も出てきてるじゃないですか。でここってやっぱり伝統もあるし、なかなか難しいところだと思うんですけど、ここもやっぱりぜひ興味のある方は体感して乗っといていただきたい部分かなと。であと土方さん、もう1個ちょっといいですか、はい、このレザーのパネル類、いろんなところに使われてるじゃないですか、これも全部職人さん1人が担当して、その担当した人の名前が裏側に書いてあるらしいです。これは確認したことないんで、都市伝説なのか本当なのかわからないです。見てみたいね。ただ機会があったらちょっとドアパネルとか、この後ろのパネルとか外して見てみたいですよね。そうだね。だそのぐらい職人さんが熱意を持って、仕事としてやってるみたいです。なるほど。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。スカーフプレートはこの光るタイプのベントレーロゴと、あとカーペットが僕いいと思うんですよね、ベントレーって、なんかちょっと毛足が長いというか、もう見た感じもちょっと高級なカーペット使ってるなと、そしてあとはなかなか目につきにくいですけど、ペダルのその奥にあるブレーキのアーム、カーボンなんですよね。そうなんですよ。だこれがちょっとどういう意図で軽くなのか、ちょっと強度的なのか、僕にはちょっと分かんないですけど、ちょっと確実にお金はかかってるなという、だから見えないところもすごくやり尽くしてある、そしてちょっと乗ってみたいと思います。で今回のお車は、ちょっと機能的なところでいうと、シティスペックでしたっけ、だけがちょっとないですね、ないということで、360度はないんですけれども、その代わりに、バックカメラとソナーはあるんで、そうですね。まず使用する分には乗る分には全然問題ないと思いますね。問題ないかなと。はい。あとは内装はこんな感じです。これ今ちょっとドア開いちゃってますけど、ドア閉めると本当にボートみたいな感じですよね。そうですね。全部こうドアからつながるライン。はい。そしてステアリングも、まあちょっとワーゲンアウディ、特にワーゲンかなを感じさせるこのシルエットですけど、それでも全部レザーで張り替えて、この辺なんかも。でこのローレット加工も、もちろん滑りにくいってもあるんですけど、これなんか、このギザギザをただ入れただけだと逆に滑っちゃうらしいですよ。あ、そうなんですか。 0.3mm のなんか段差をつけて、滑りにくくして、なおかつ操作性も上げてあるらしいです。でそれが全部ですからね、このパドルの裏もそうだし、そうですね、確かドアノブの裏も全部このローレット加工が、そうなんですよ。これすごいですよね。でこれローレット増しもできるんですよね、こういうところ。そうです、できます。で今回の車は残念ながら入ってないですけど、いやそれでも十分すぎます。いや十分ですね。だってエアコンのこの質感もこの重たいんですよ。プラスチッキーな感じじゃないですよね。そうですね。ちゃんと金属のこう重たい感じが。そしてパネルはこの全部ピアノブラックのタイプ。はい。こちらになっております。そしてシートも最高です。最高です。最高級のレザーに包まれて調整もこと細かにできますし、シートヒーター、ベンチレーションで、あとは、マッサージもついてますし、そうですね、なおかつコンバーチブルだと首から風も出るという。そうなんですよ。これちょっとでもクーペにも欲しいなちょっと思っちゃいました。いやいやクーペね、そうそうそう欲しいですよ。これ贅沢だけども本当に快適ですよね、冬の寒い時。そう、こんなのもついております。そしてあとはちょっとオンにしてみましょうか。はい、このナビゲーションもそうですけど、こちらもついてると、これにしてる人は見たことないって大阪店の岡セールスも言ってましたけど、あ、そうなんですか。多分僕買ったらずっとこれにしてますね。本当ですか。ちょっとこんなのもついてる。これなんかここのこれいいっすよね、ローレット。そしてこのちゃんとあると。でちょっと戻ってメーターもこんな感じで、ちょっとこれもワーゲンアウディ感じますけど、全部この専用のものになってて、マックス333キロかな、この巨体がとんでもない速度で、0-103.8 秒かな、そんなスペックのこんなメーターになって、とてつもないよね。そうですね、そしてあとこの辺は同じようにピアノブラックのコンソールになってて、この辺の質感も、あとはボタンが残ってるのがちょっと、すごく好印象だなと思いました。次がちょっと分かんないですけどね、もしかしたら全部液晶になっちゃったりするかもしれないですけど、この辺の、そして分かりやすい、しかもこういうところの段差で、こうメッキ好きじゃないですか、ここが、ここは、これ、やらしいですよね、すごくやらしいです、高級感があって、あとこの車はちょっと仕様違いますけど、しましまのやつあるじゃないですか、シルバーの、あれって時計から来てる技術なんですね。ああ、そうなんですか。重ねてなんか削いだ時に全部線が出る、時計のなんか文字盤の技術らしいですよ。ちょっと今回のはもちろん当てはまらないんですけど、そういうところもなんかもう税の限りというか、もう本当にこだわり尽くした、もう全部パーツ、全部レザーですからね、ステッチも入って、ダッシュボードも、そしてここ開けるとこの動きですよ。そしてドリンクホルダーとこんな感じでシガーソケットと、はい、あと USB が2系統と AX と、はい、がついております、はい、そして上に行くと、うん、これ全部レザー張り、はい、バイザーも全部レザー張り、そうですね、はい、こんな感じで、うん、最高です、最高です、はい、で今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダー、欲しいものもついております、はい、そしてちょっと屋根の前にガラスを、はい、ガラスもこれ、うん、合わせガラスになってて、フロントガラスもなんか新しいものというか、はいはい、新素材の新設計のものになってて、仙台比なんか6デシベルだか9デシベル、うん、ごめんなさいちょっと正確な数字は忘れちゃったんですけど、はい、静粛性が高められてるらしいです。うーん、なるほど。コンバーチブルでありながら、はい、そういったその快適性、静粛性はかなり高い次元で両立してるみたいです、うん、さあそしてやってまいりました、はい、屋根閉めます、はい、失礼しました。慣れてないもので、はい、これが一応50キロ以下19秒で開け閉めできると、はい、信号待ちで余裕で開け閉めできる。旧型に比べて数秒早くなってるんですよね、確か。あ、そうなんですか。そうです。はい、こんな感じでございます。いいですね。そして中は、はい、これファブリックなんですかね。ファブリックになると思いますね、はい、ちょっと毛足の短いファブリックで、うん、はい、こんな感じに。なんか一見するとアルカンタワラとか、はい、その系統の素材感がありますね。はいはい、割とこうソフトな感じですけど、これでそんなに静かなんですかね。うん、いやどうなんだろう。でもこの中身が、はい、あれベントレって7層構造だっけ？あだったかな。なんかベンツとか一般的な高級車って言われてるの4層ぐらいなんですよね。確かベントレーとかロールスのドロップヘッドとかって確か6層とか7層とか、さらになんかあれですね。ちょっとこれがどこまで効くのかちょっと乗ってみたいと思います、うん、はい、じゃあ続いてトランクも紹介させていただきたいと思います、うん、でトランクの前に屋根、うん、せっかくちょっとしまったんで、そうですね、屋根が今回黒い、はい、割とスタンダードなタイプ、はい、7色ぐらいあるんですよね。そうなんですよ、はいはい、まあ、この辺は好みだと思うんですけど、黒まあ一番間違いないかなと。はい、そしてトランクは、うん、まあちょっと屋根が開く分、はい、ちょっと開口部も、はい、容量もだいぶ少ないかなと、うん、そうですね。これスーツケースももしかしたらこの入り口狭いんできついかな。大型のものは割とコンパクトなものであればいけそうですけれども、はい、ちょっとこの辺はやっぱり使い勝手、うん、そうですね、送りましょう、はい、送りましょうね、はい、ゴルフバッグもスーツケースも送りましょう、はいはい、屋根が開きますの で、 そうですね、はい、そしてこの下にも、うん、これ開けられるようにはなってるんですけど、はい、わずかにですかね、そこにちょっと入れたりぐらい、うん、はい、基本的にはバッテリーと、はいはい、整備のスペースっていう感じの、ね、こんな感じのスペースが下になります、はい、では続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はいはいはい、ベントレー初心者土屋は、はい、やめておきます、はいそしてエンジンの方がやってまいりました、はい、6リッター W12 12気筒、これが胸郭のこう1個ずつシリンダーのずれた、はい、おなじみの、うん、こちら、馬力の方が、635馬力、トルクの方が 91.8 キロ900ニュートンということで、すごい。これがなんかチューニングカーとかなんか、チューナーコンプリートじゃなくって一メーカーから出てるのがすごいですよね。ねー、これはもうぜひ乗っておきたいと。そして中でもちょっと紹介しましたけど、0-103.8 秒マックス333キロ、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が8速オートマ、これ DCT ですね、はい、ここが先代とだいぶ違うところみたいで、で DCT ってやっぱりちょっとギクシャク感が初期の頃ありましたけども、もうついにベントレーに詰めるぐらいもう高性能なものになって積まれているという。はい、そして、一応4駆のシステムの方がこれも先代とだいぶ変わって、先代だと40対60、はい、これが現行になると38対62、うん、これコンフォート、そしてスポーツにすると17対83ということで、はい、かなりこう可変で、そうですね、なおかつその、はい、モードに合わせて車のキャラクターが変わるような、うん、そういった4駆のシステム、はい、これがまあよりそのアウディワーゲンの技術がこう洗練されてきたのと、 そうですね、はい、そういったものがこう直接入ってきたのが割と影響あるのかなと。はい、うん、そして、これちょっとアリーナ店での紹介でも少し触れてるんですけど、これ W12 って言ってもほとんど12気筒がこうフルで活躍する時ってないんですよね。はいはいはい、うん、これが3速から8速、うん、なおかつ3000回転以下はシリンダー休止が入っちゃうんで、うん、はい、ほぼ街乗りだとスタート以外はずっと8気筒ということで、うん、そうですね、あ、ごめんなさい、6気筒と、はい、なんでもう本当に踏み込んだ時とその必要な時だけ、うん、ここはちょっともう環境性能だったりだとか、そうですね、いろんなことがありますから、ね、まあしょうがないところなのかなと、はい、ただそれを感じさせないってすごいですよね。いやすごいですよ、はい、普通にだって半分シリンダー休止したらもうちょっと安価な車でも最近そのシリンダーオンデマンド積んでるじゃないですか。分かったりするじゃないですか、うん、これ前回乗らせてもらった時全く分からなかった。分かんないですよね、はい、だからもうある程度こうそれを見越してちゃんとそのロッキトの役割としてセッティングされているので、土言うようにその安い車って言ったらあれだけど、どうしてもこうお金をかけられない車って単純に極論言ってしまうと8気筒を4気筒にしてしまえ、6気筒を3気筒にしてしまえみたいな感じが露骨に出ちゃうんですけど、この辺は全くそれは感じさせないですね。あと半分になっても6気筒ですからね、そこは結構でかいのが6気筒の半分だと3気筒になっちゃいますけどそうですね、ちょっとその辺もあります、はい、であとタービンの方がちょっとこれ、うん、工夫されてて、なんか3気筒ずつタービンに入るように、うんなってるみたいです。これで排気抵抗が、まあ要は3気筒ずつなんで、排気抵抗、排気干渉が起こりにくいような設計になってて、まあかなり効率化ができてるみたいです。あとはデフの方も先代とだいぶ違って、先代の場合セルフロックの機械式のデフだったのが、一応これで電子制御のデフになってるんで、その前後バランスもそうなんですけど、その左右の車の制御もかなり入って、でなおかつ無段階でね、そうです。でなおかつ先ほど触れたそのすごい絶妙なセッティングの足回りと、はい、そのアンチロールバー電子制御のこれで走りの方がかなりこう際立ってるというか、うん、そんな車になってるみたいです。続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。それじゃあ参りましょう。行きましょう。ちょっと屋根開きで、はい、最高すぎます。快適な最高な車ですね。はい、ただベンツみたいにここディフレクターが出てくる機構がなかったりとか、そうなんですよね。ちょっとその辺がね、はい、違いますけど、ちょっと今屋根開け窓閉めで、うん、ちょっと高速乗ってみたいと思います。はい、いやー、おー、もしかしたら、はい、シリンダー休止って、はい、音が一番分かるかもしれないですね。そうですね。音っていうかなんかこの、はいはいはい、ちょっと V6 感から、うんうん、踏み込んだ時のこの表現っぷり、はい、半端ないですね。半端ないですね、はい、すげえ気持ちいい。ただ結構風巻き込みますね。巻き込んでる。特に今日名古屋市内強風なんで、余計横からの風が入りますね。でちょっと今ネットつけてないから、後ろつけてないですもんね。そう、僕らは全然この風を感じて気持ちいいですけど、いやもう最高です。女性の方とかだとちょっとこの風の巻き込みで嫌がられますかね、髪の毛がっていうのはちょっと感じるかもしれない、はい、ただこの開放感、うん、半端ないですね。最高ですよ。最高。はい、いやオープンいいっすね。いやオープンでしょう。やっぱりもっとカブリオレオープンカー流行ってほしいです。流行ってるっていうか、もっと市民権を得てほしいです。そう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 。だいぶ日本でも台数は増えてきてはいますけど、そうは言っても逆なんていうの、まあ、僕オープンカー好きじゃないですか。オープンカー好きからすると、車種が減ってきてしまってるっていう。確かに、うん、なんで何とも言えないんですけど、日本のお車でもまだまだね、ロードスターだったり、軽自動車で言えばコペンだったりとかっていうのもありますしね。あ、そういえば日本で発表ならないみたいですけど、 T ロック本国オープン出たんだよね、はい、知ってます。あれ誰か欲しいって言われて、いや、ドイツそういう車いっぱいしてたんですよ。そうでしょう、うん、SUV の穴開き、まあ、要はレンジの何でしたっけ、イボーグ、イボーグの屋根開きとか走ってたんですよ。ああ、いいよね。ドイツとにかくもうめちゃくちゃ屋根開きが走ってて、はいはい、で結構そのさっきも言ったんですけど、その36のコンバーがもうまだもう全開現役で走ってたりとか、かっこいいね。空冷の屋根開きとかももう普通に走ってるし、いいね。夜とかでももう普通に走ってるんですよ。はい、うん、このカブリオレのこの市民権を得てる感じ、うん、日本だとちょっとカブリオレで天気もいいのにちょっと開けてないとかって結構多いじゃないですか、うんうん、そうですね。だもうドイツ見てきちゃうと本当に晴れてるのに傘さしてるぐらいの違和感を感じちゃうぐらいはい、ちょっともうみんな屋根開けた方がいいなっていう。いや絶対開けるべきですよ。僕ちょっとでも開けるタイミングチャンスがあればもう四六時中僕開けちゃうタイプなんで、いやもう絶対開けた方がいいですね、はい、で特にこの内装、これがこうね、日が当たるとこんなにもう、そうなんですよ、なんか表情全然変わるよね。違いますね。うん、すごくいいですね。また乗り物として全然屋根が開く車と、はい、クーペとかその屋根がついてる車全然感覚違うんですよね。違います。速度感も違うし、うん、なんかちょっと本当に箱に乗ってる感じが、特にこの船みたいなデザインじゃないですか、はい、だから本当にこうラグジュアリーボートに乗ってるみたいな、そのぐらいの、うん、なんかそれでいてこうなんとなくこう包まれてる感もあってすごくいいですよね。そして乗り心地は22インチなのに相変わらずめちゃくちゃいいです、はい、めちゃくちゃいいです。しかも今普通にコンフォートじゃなくて B モード、はい、オートモードですからね。で鬼のような加速もでき、そうです、はい、もう段差に関しては、はい、でもちろんその外からの音だったりとかっていうのはクーペより全然聞こえますけど、はい、全然快適です。いや全然快適。高級ソファーに座って、うん、100キロと移動してる感じですね。80キロかで移動してる感じですね、はい、最高すぎます。ちょっとスポーツモードに入れてみますか、はい、あでもなんか、はい、フラットな感じですね。全然うわ硬いなって感じしないですね。しないですね、うん、すごくいい感じです。ホームページにも書いてあったんですけど、やっぱりちょっと GT カー要素がすごく高まってるっていう、はい、うんうん、なるほど。だからまあどっちかというと本当に短距離ランナーじゃなくて、うん、もう本当に GT カー長距離を快適に、うん、だル・マンで優勝したっていうのが、まあ、まさにそうですよね、うん、もうそれこそ100年前の話ですけど、そうですね、高い速度で走り続けるっていう、うん、ロールしないね、しないっすね、うん、なんか違和感なく走れるいい感じ。48ボルトの、うん、そしてこのリアのフェンダー外から見るより中から見た方が、うん、このもっこり具合というかいいね、モリモリしててすごいクラシックなシルエットもありつつ、うん、いやすごくいいですよ、最高です。操作類は土方さん的な印象としてはどうですか？操作類は僕いいと思いますね。分かりやすいです。はい、しっとり重たい重厚感がある感じで、そうです、ちょっと僕クーペで受けてますけど、はい、全体的にそうだと思います。でさっきツッチ言ったように確かにダイヤル周りもちゃんと滑らないようになってるし、そうなんですよ、ただ溝が掘ってあるだけじゃなくて、はい、ちゃんと凹凸のあるこの、うん、ローレット加工なんで、はい、それがもう全部パドルもそうだし、うん、この辺もそうだし、うん、でここもそうだし、そう、はい、そういう気遣いですよね。ね、僕ここブラックウッドっていうかこの、はい、ハンドルの内側が、はい、にこのドアハンドルのローレットが反射して見えるのが好きなんですよ。ああなるほど、はい、ここですよね。うん、だちゃんとなんかそういうところまで作り込まれてて質感もすごく追求されてるから、はい、うん、メッキパーツをその多用してる車って結構あるじゃないですか、はい、だから安っぽくなんないんですよね。そうなんですよ。まあ実際安くないですけど、うん、ただギラギラしてるだけじゃないので、はい、でそれ僕なんでこのベントレーって、うん、なんかすごくいいんですけど、うん、なんかそのなんでいいのかっていうのがはっきりしない、うん、かったんですよ、はい、で今日改めてちょっといろいろ読み物を読み返して思ったんですけど、うん、ベントレーとかロールスとか、うん、まあ、あとメルセデスの高いのもそうですけど、うん、なんかコストっていうところが、うん、その車作りにあんまり影響してなく見えるんです、はい、まあ実際は多分してるんでしょうけど、うん、多分それがなんかこう外から極力見えないようにちゃんとなってるというか、わからないよね、あからさまなコストダウンっていうのは。で今時もう車作るって言ったらもうコストってもう避けられないじゃないですか、はい、でいろんな車の作り方あって、うん、もうそれこそもう燃費を追求してる車とか国産車は多いですけど、うん、あったりとか、うん、あとはその使い勝手、うん、ファミリーで使ってこんなに使い勝手いいんですとか、うん、っていうのいろいろありますけど、うん、やっぱりベントレーってそこは一切向いてないですよね。そうですね。だからなんていうんですかね、そのメーカーとしてこう一貫性があるというか、これだっての貫いてるじゃないですか。だから大きいパイじゃないかもしれないですけど、絶対にそれを共感して応援してるオーナー様っていらっしゃいますよね。ベントレーだからいいねっていう。うん、本当になんかものづくりにすっごいこだわってるんですよね。そうですね、もう徹底してますね、はい、もうエンジンしかり内装しかり、うん、内装だってこれ糸 2.8 キロってどういうことですかみたいなすごいね。だ贅沢っていうこの一言で終わらせないで、はい、本当にそのこだわりが詰まってるっていうのが、そうですね、もう全てにこう、うん、でももちろん妥協しないんだよね。そうなんですよね、うん、そういうとこだと思うよ、結果として。だもちろんその全く見えないかっていうと、うん、例えばそのメーターとかもそうだし、ステアリングもそうだし、いろいろその共通のものはあったりとかしますけど、うん、うん、そんな中でもやっぱり、うん、もうコスト度外視してこれだけのものを作ってますからね、うん、わマジで本当にロールしないですよ。しないですよ、ロール本当しないで、12気筒で4駆で、うん、こんな重いもんが曲がってるようには思えないんですよ。あと思ったのは、うん、ロールしない車って結構多いですけど、はい、最初の動きがないんですよ。そうそうそう、ああ分かります分かります。ハンドル切った最初って必ずこう、はい、お釣りじゃないけど、はい、車のこういう動きあるじゃないですか、うん、それがないんですよね、うん、スッっていう、うん、それは分かんないです。僕が下調べして、うん、0.3 秒で1600ニュートンっていうのを見たからかもしれないですけど、うん、いやでも多分速いと思います。あれは切り替わるというか、はい、すごいですね。でちょうどさっきたまたまピットで、うん、同じコンチネンタル GT のコンバーチブルがちょっとリフトで上がってたじゃないですか、はいはい、見たんですけどショックこんな太いんですね。あ、そうなの、はい、こんな丸太みたいな、まあもちろんそのカバーで中優しそうですけど、はい、もう全然 S クラスなんか全然太い、こんなカバーついてでロールバー、うん、アンチロールバーも、はい、こんなぶっとい、まあこれだけの車重のものをやっぱりそうやって受け止めて、うん、機敏に動かすとなるとやっぱりそれぐらい必要なんだろうな。そうですね。でもなんかこう言い方悪いですけど帳尻合わせてるっていうか、だって大きいものを重いものを積んでるっていうことは補強部品も増えてどん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 重くなって悪い方向に行きかねないじゃないですか、動力性能としては。それをうまくこう帳尻合わせてるというか、足し引きでうまくいいところで味付けしてるっていうんですかね。そこがね絶妙なんですよね。だやっぱりこの車を作るのにコストっていうのがあったら、うん、これできないですよ。そうだね。すごい快適、うん、この最高行きたいですね。どこまででも行きたいね。本当だね。ださっきもちょっと言ったんですけど、これどこ行ってもいいですよね。どこ行ってもいいですよ。海行ってもいいし。そう。はい。山行ってもいいし、山行ってもいいよね。これ高速淡々と移動してもいいし、そう疲れたら屋根閉めればいいじゃないですか。そうですね。でもさっき言ってた土方さん言ってた通り、その夜の都会を走っても、うん、首都高を流しても絶対楽しいと思うんですよこれね。夜とかなんかその夜のその都会というか街とか、意外とこう普通に走ってても見える範囲ってやっぱり車って限られちゃうので、こうたまたまこう信号待ちとかでオープンカーでこう上見た時に、あ、こんなビルあったんだとか、なんかこう改めて、確かに景色違いますよね。全然違うんですよ。それは昼間でもそうなんですけど、やっぱりそういうところってオープンカーの醍醐味だったりとか独特の味わいなので、言ったらその車で通った時と歩きで通った時で全然景色が違う。そうですそうですそうです。いろんな発見があったりとか、こうなってんだみたいな。確かにこれは屋根ついてるとな、ね、体験できないとこなんだよな。そうなんですよ。でじゃあバイクはっていうとやっぱりどうしてもヘルメットかぶってたりとかってまた制約があるので、そうなんですよ。また違うんですけど、でこの12サウンドを聞きながら、うんうん、これもだから電気になったらまた違うんですよ藤川さん。そうですね、確かにこれですよね、はい、いやほんといいな、気持ちいいな。そしてちょっとここであえてこの車のダメなとこというか、うん、はい、辛口評価なところを入れていいですか。いいでしょ。まあ強いて言えば、うん、ちょっと風の巻き込み、うん、あとはまあ、僕的にはあんまマイナスじゃないですけど、うん、中にはちょっと気にする方いらっしゃるのかなっていうのは、うん、スピーカーが今回標準のスピーカー、うん、はい、ということでバンクでもネームでもない、うん、ただ、うん、僕はあんま気にしないのは、うん、もうベントレー自体がもう合成すごいし、はい、スピーカーも最初からいいのついてるじゃないですか。そうだね、はい、だからついてたらいいなと、うん、はい、っていうところかなと、はい、あともう一つは、うん、気を使います乗り降りもまずこのレザーもここまで全部レザーじゃないですか、はい、結構ここ足ぶつけちゃうじゃないですか。ちょっとここのレザー傷ついたらどうしようとか、確かにね、まあもちろんリペアできますけど、はい、ちょっとそこ気使うかなと、うん、うん、で特にその自分で乗るならいいですけど、うん、まあ、助手席乗られる方が気使ってくださる方だったらいいですけど、うん、ちょっとラフに乗られる方だと、はい、ああってちょっと僕心が狭いんで、はい、ちょっとそこ気になっちゃう、はい、だそこの流れでいくと、例えばそのドアポケットになんかその硬いものを入れる時も、あ、はい、ドアポケの中も全部レザーじゃないですか。そうだね。だちょっとその辺は少し気遣いが、うん、あとはそのシートベルトもどうぞって出してくれますけど、はい、この閉まっちゃった時自分で取らなくちゃじゃないですか。そうですね。その時にこう爪がこうレザーに当たったら嫌だなとか、はいはい、ちょっとそこの気遣いは少し感じてしまいました、うん、はい。ただもうそれを持ってしても、うん、もう全然いいです。はい、はい、欲しいね。欲しいですね。自分で乗りたいです。これが所有できる男になりたいです。なりたいです。欲しいです。ね。いいな。なんかこう最高でした。ゆったりした感じで。はい、多分この速度なんで、うん、8割方6気筒だったでしょうけど、そうですねちょっと見ますか。はい、うわ、この巨体がこの加速しますただ、はい、全部受け止めてくれるんですよね。そうなのよ。シートもふわーっていう、うん、スポーツカーの加速みたいに、うん、ダイレクトに来る感じしないし、はい、本当に音でちょっとその加速感を感じるぐらいなもんで、うん、なんかよく言えば変な緊張感はないんですよ。そうですね、はい、だからそれはいいなと思いますね。もう圧倒的なこの制動力と、はい、車の安定性で、うん、車本当安定してるんです。ずっとブラしてますよね。はい、ちょっと下目地に降りましたら屋根を閉めまして、はい、静粛してチェックを。そうですね。ちょうど多分信号待ちでささっと、はい、いやー気持ちいいなー。いや最高っすね。最高です。閉めます。はーい。うわーっとめっちゃ静か、めっちゃ静か大事なことなんで2回言いました、はい、いやエアコンの音聞こえなかったじゃないですか、屋根開けてるとうるさすぎて、はいはい、エアコンの音めっちゃうるさいんですけどね、びっくりした、うん、本当ですよ。あ、しかもそうだ、ベントレーってめっちゃベンチレーション効くんですよね。そう効くんですよ。お尻涼しい、うん、いいよね。あ、背中も涼しい、うん、蒸れない。すんげえ静かなんですけど。すごい静かですよ。クーペみたいだよね。いやクーペっすね、うん、これちょっと動画で伝わるかな。本当にタイヤのロードノイズじゃなくて中で反響音をワンワンワンってタイヤの、うん、それが聞こえるぐらい静か、うん、まあ、もちろんそのクーペの方が多分静かだと思うんですけど、はい。いやでもね、このソフトトップの車でこの気密性ってすごいよね。すごい、うん、いいんじゃない。やっぱり開けると全然違う。全然違う。普通に表の音聞こえるし。ちょっとコンチ GT コンバーは初めてだったんでびっくりしました。快適、うん、いいですよすごく。そしてもう昨日に関してはもう至れり尽くせりですよ、うん、でなんだミッションとか、はい、あとはその V6 のモードとか、はい、W12 のモードとか、はい、なんかこうトータルで一切何も感じないね感じさせない、はい、感じさせない、はい、違和感ギクシャク感一切ないです。全くないですね、はい。これ DCT かトルコンか目つぶって当てろって言われたら当てられないですよね。いやだからもうトルコンですよねっていう感じですよね、はい、答えるんだったら。すげえ、うん、でマッサージもついてて、うん、日賀さんのもオンにしちゃいます、はい。ああいいですねほぐれます。じゃあ僕はパルスに、はい、ああこれ長距離乗ってても苦にならない。ちょっと良すぎません？良すぎるね。入っちゃうなこれで。このまあどっちかっていうとちょっと走りもちゃんと見据えてるというか、うん、ただ全然スパルタンじゃないし。そうだよね。ロールスってなんかどこまで行ってももうなんか感じさせない、はい、めちゃくちゃ静か、はい、ちゃんとベントレーってなんかそのレーシングスタートのメーカーからなのか、うん、ちゃんとこの、まあ、演出されてるかもしれないですけど、はい、排気音がこのわずかにそう、はい、聞こえて、うん、はい、いやー最高の試乗でした。最高でしたね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、最高すぎましたね。最高だね。やっぱり屋根が開くってこんなに違います。いや最高でしょ。びっくりしました。この車で屋根開いちゃうわけだから、この内装をこうもう全面的にこうバーンって見せられるわけじゃないですか、うん、こんなにすごいのないなと思ってね。で開けて客観的に見てる人たちにもド派手な内装じゃないっていうところがなんかすごくいいですよね。そうですね、はい、うん、そこはかなりセールスポイントで、はい、そしてあとは、うん、ボンド名古屋ですから、はい、つい最近 GT コンバーチブルの、はい、カスタマイズさせていただいたのをブログなんかでご紹介させていただきましたけども、ね、はい、ここから触っていただいても、はい、そしてあとはこの高級なタイホイールですから、うん、それをしっかり保管しておく意味でも、はい、タイホイール交換なんかもご相談いただけるといいものがご提案できるんじゃないかなと思います。というわけで今回はベントレーコンチネンタル GT コンバーチブル W12 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。